でも明日ね、あのノートそうだよねやるんで、えーと、ホタルちゃんと明日ちゃんと私は一個ノートの楽しみにしてる話があります。これ今日私が話したかったんですけど、ね、うん、これ話していいって言ったら自分で話すって言ってました。あ、稽古や本番でのびっくりエピソード。はい、これはね、びっくりエピソードね。これなんかどうやら昨日夢がのもちょのは、はいはい、のもちょは昨日明日自分で言うって言ってたからって言ったらしいんで、もうそれをちゃんと書こうと思います。じゃあ発表しましょう。せーの、じゃじゃん。はい、出たきりました。大変すいませんでした。ホタルちゃんが珍しかったね。はい、ちょっと後で一回紹介して、はい、そして、はい、そしてホタルちゃんの本当にすいませんでした。あの、まあ、これはあのシーンですね、あの最初のシーン1のアキラの演説とかが終わって一回はけて、うん、その後にこうミチルがね待ってるんですよ、私のことを、うん、でプンスカプンスカ怒って、うん、私のこと待ってる時に私が出てきます、うん、私が出てこなくて30秒ぐらいかな、うん、みちるがずっと舞台上の上で遅いな、本当に遅いなって言って、私はダッシュして出てって、うん、何事もなかったかのようにうん、うん、うちらさ、あの時さ楽屋にいたんだよね。で、2人で、うん、え、いなくない、いなくない、ホタルちゃんいなくない、ちちゃんどうした、いや、これはのもとだみたいな。あの、ちなみに私人生初出とちりだったんですよ。初めていただきました。いや、拍手なのかな。小学校3年生で初舞台踏んで、わお、初めて。すごいね。こんなに汗かくんだって、うん、